皆さん長い間ありがとうございました。最後にブラスバンドが外でできたことが本当に今日は良かったことだと思います。まちづくりの方ですが、着実にいろいろなことをやっております。聞くところによりますと、この道筋でイタリアンのレストラン、うどん屋さんというのは開業を目指して今頑張ってくれています。不安定な雨の中ありがとうございました。足元を気をつけてお帰りくださいませ。ありがとうございました。